で今日はまあ時代が変わってきてる中で、うん、まあ一つは今日の一つ目、コロナ時代というのはどういう、うん、捉えてますか。流行風邪やろ。流行風邪。生活流行風邪ですね、うん。なかなかもう外に出られなくなってしまった。うん、かかると死んでしまいますからね、可能性が出てくるから。死ねへんわ。死ねへん。うん、死ねへんわ。みんな恐れてますわね。本当のところを知らんからちゃうの。もうデータ的にはまあ大阪し、まあ、死んでますわね。先日。そりゃ死ぬやろ、風邪で。そりゃ何らかの疾患あったりとか、その要はお年寄りでもそうで、要は何らかの疾患を持ってる人って 最後は肺炎になって死ぬやろ。うちの親父も肺炎で死んだけど、それもしゃあないやろ、そんなもん言うても。まあ、だから、まあそういう感染力がまあ強いやつですよね。うんうんうん、だから割と人の接触が少なくなると、うん、いうことですよね。今日なんか何を言ったんや。いやいや別に何を言ったんや。よしよし、それでコロナやな。まずコロナに対して、うん、要は人との接触なくなって、今までこうはいはい言うて、うんうん、こうやってマスクせんとあかんし、途中に営業にね、そのとこでも毎日行きませんでしたよ、どうか。でまあ多分歯医者さんのドクターの方なんかもこうねぐりゃーとこうなってこうこのせなあかんし、うん、そういう時代ですわね、うん、今はな、うん、この先はあなたどう思う。まあその先もウイルスみたいなのが出てきますから、うん、そういうふうにやっていかんとある程度はね、うん、まああれよ、だから結局そのね、コロナか、うん、でその要は人の動きな、うん、人の動きとか、うん、まあ営業のセールスにしても、うん、人の動き、いや、まあ、外に出ないでやりましょうと、うん、人と人が対面しないとやりましょうという風な風潮っていうか、まあ、そういうような流れになってるっていうことでしょ、言ってる、はい、そうですね。でそれに対して一番大きなところってな、結局な、経営者さんよ、会社やってる人よ、要は経営側よ、うん、その時は無駄が分かったわけよ、めちゃめちゃ、うん、そもそもこんなことやらんか、今までなんで雇ったんっていうことがいっぱいあぶり出されたわけやんか、うん、効率化されていくわけやんか、うん、そやろ、はいはい、うん、そもそもわざわざ出向いてなんかせんでも、うん、コミュニケーション取れるでしょと、営業できるでしょっていうふうになってるわけやんか、うん、だから結局効率化をに拍車がかかったわけちゃうの、加速度的に。だ対面のビジネス、絶対的に対面せなあかんビジネスあれやんか、美容室とか、うん、医療機関、お医者さんとかもそうやんか、うん、まあオンライン診療っていうのはあるけど、うん、オンライン診療で完結できるところってやっぱ少ないやん、うん、やっぱ外科処置が必要な部分もあったりだ、うん、美容室やったらオンラインでできへんわけやん、髪の毛切るのは。そうですよね、うん、だからカメラで美容室なんかやな、うん、こうやって切るんですよ、自分でやってみてっていう、できへんわけやんか、現実的な問題としては。だまあいろんな商売ビジネスの形はあるけども、うん、要はそれ、そういう絶対的に人と人とが対面して、うん、ね、成り立つ以外のビジネスっていうのは極力そうじゃないような形に流れはなっていくわな、うん、っていうことはどういうことかって言ったら、この間も言ったよ、俺ほら、要は、ね、IT 系じゃない、 IT 系って言うたら言い方は難しいけど、その、スマホも含めたコンピューターで解決できる部分の仕事よ、うん、でもこれって一番大きな部分って、結局末端でやってる人だってやっぱ広告屋さんやんか、やってることって、うん、所詮、うん、思わん、マットンでやっていく、要はコンピューターのシステムを作るとか、うん、そういうなんていうかな、なんていうの、その大元の部分を作る人以外で、うん、コンピューターで仕事を何か知ってる人って、そやっぱ広告やないよ、俺から見てたら、うん、要はキャッシュ、うん、キャッシュを集める方法は全て広告屋ですわ。宣伝屋さんやんか、うん、だから店舗に対しても店舗のビジネスがもっと集客しっかりできるようにとか、うん、ね、あとは、うん、何やったっけ、効率化する、うん、会社がもっと効率化させるためのシステムであったり、うん、まあそれも広告みたいなもんよ、俺からじゃあちゃうの、広告業やんか、まあ、販売支援というかね。じゃあつまりどういうことかっていうことになってくると、つまりどういうことになってくるかっていうことは、
結局みんなコロナコロナで人が世の中に出歩かんから対面ね、対面しない、対面してるビジネス、対面してるビジネスはしんどくなっていってるわけ、うん、飲食店もそうやけど、うん、でしょ。でもそのコンピューターで仕事してる人たちっていうのも基本的には対面してるビジネスのお店とか、うん、そこから収益上げてる構造って大きいんよ、やっぱり。なんじゃかんじゃ言うても広告屋さんのような仕事なんで、わかる？わかりますよ、うん、だからやっぱり人と人とがこう、まあ旅行にしてもそうよ、ホテル行って、ね、飲食もそうよ、うん、ご飯食べに行くのもそうで、ホテル泊まるのもそう、うん、こう旅行ね、うん、で、あ、まあ、海外旅行も含めて そ, れ、うん、そこが動かんかったら結局そこもしんどくなるよっていうのはもう前提よ。広告出せないんだから、テレビ CM も含めてよ、うん、やっぱりな、うん、だから完全に今じゃあ元の話に戻ると、まあ、今までやってた無駄だったことは経営サイドからするよ、するとよ、会社とすると無駄だったことを省いていって効率化していこうっていうのはいいことなんだ、ええかな、はいはい、うん、でもただそもそも稼ぐ社キャッシュを収益を上げるっていう形っていうのはやっぱり実店舗、うん、でもうオンラインだけで解決して、オンラインだけで課金していって収益上げる構造ってそんなに限界はあるの？でも多分それだけでうまく回るっていうことないんでね、最後はね、うん、そこが締め、決断というかね、うん、実作業するのはリアルの店やし、うん、それはあの歯医者の医者でもやっぱそこで やらないと意味ないし、うん、その間媒体のところが なんかあのなくなっていくかもわからんけどね、効率化になるかもわからんけども、その実態のところは最後のところはもうアナログの世界やね、というね。と思うわ。まあそれはそうですわね。と思うよ、やっぱり、うん、やっぱりな。人と人やらないと。うん、とは思うで。うん、だからまあこう。結局な、なんじゃかんじゃ言っても B2C のビジネスのところはあるじゃないですか。うん、ビジネスやってる方とカスタマー。ここの売り上げのから利益が出た分を、利益が出るでしょ、うん、ここに対して仲介で入っていくっていう仕事になってくるんよ、どうしてもな、うん、コンピューターを使う仕事っていうのは、うん、まあいろんなパターンあるやろうけど、うん、それが圧倒的に多いと思うわ、やっぱり、うん、だから何が何でも全てがオンラインで解決できるかってのはなかなか難しいと思うんやけどな、ただあの大きな流れとしてはそっちにシフトしてるのかな、やっぱりな、どうしてもな、うん、じゃあだからどうなのかっていう話なんやけど、うん、今日はちょっと歯切れ悪いな俺、これ何のようにこうなんかちょっとヘルプしてるって言ったらええやん。なるほどね、だからコロナがテーマやんか今日は。飽きてきた、見れるとコロナばっかりやってたからね、うん、あコロナはこれ以上にしたってなんかいいな、今年は何も言わないもん。なるほど、いいわけですよ、とりあえず最初は歌ってんな、はい、まあやりやりで編集するからな、はい、人なんだ人なんだもういいよ、今日らめっちゃ見て悪いから答えようのない話は、いやいやいや雨降ってるからよ、俺調子悪いから僕は終わろう、はいはいはい、やめる状態ですよ。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録